日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカはロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数で60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだが、現在は40機に下方修正しており、2020年10月までに24機をすでに調達しているぜ。今回は韓国が F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達や、空母と B 型の入手も打ち出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明し、確定か否かはまだ判然としないけど、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20程度の調達を目指す方向で動いているみたい。日本の現状がどうかといえば、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ多さとなっているな。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいようにしか見えないよね。ただし B 型は世界的見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せているため、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすればある意味歓迎しているのかもしれないな。しかし軽空母の開発に先立ち、韓国側が要求したとされる設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦に、従来は3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたけど、これは中国に空母保有だと思わせない配慮だと見られていたからね。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗状としてなら中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。周囲を広い領海で囲まれた日本からすれば、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も頷けるよ。ただでさえステルス性能の向上のため、燃料搭載量の限られた F-35 ライトニング2戦闘機は、B 型だけでなく A 型も従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須と思われるからだな。しかるに韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、十分陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えれるぜ。まあ政治的に韓国内で承認されるのならば、日本側が何ら口出しすべきことではないのだろうが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは危惧されるよな。これは余談だけどイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めている稀有な国の一つなんだけど、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつあるみたい。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているのみだが、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点 FACO を日本と同様に有しているよ。これを考慮すればイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩もかなり危険性が高いのではないかと感じられ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威に思えるね。さてイタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO の開設を行っており、アジア地区の同機の整備を担当するんだ。搭載するソフトウェアの更新で最新の能力を付与されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが求められるな。ここにおいても韓国は言うまでもなくアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国なわけだが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでおり、
この点も先々問題化しそうだぜ。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、ざっくりとではあるが A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当するんだけど、これは実は韓国より3割ほど高額らしいね。調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず日本側が高額だというのは理屈に合っていない。もしくはアメリカに異様にされているとの指摘もあろうが、先の FACO 解説を含んだものと解釈されているよ。韓国は現在、自国でインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についても、インドネシアからはしごを外されつつあり、開発費の負担上からも窮地に陥っているらしい。それでも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出しているだけに、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。